町村の皆さん、お待たせいたしました。高須慎吾監督です。まず初戦突破はおめでとうございます。ありがとうございます。2年連続でバファローズとのこの日本シリーズということになりました。まあ、昨年は東京ドームだったので、神宮では高須監督としては初めての日本シリーズということになりましたけれど、まず試合前というのはどんな言葉を選手たちにかけて言い出したんでしょうか。いや、まあ、ここまで来れたのはみんなが頑張ったおかげだと。ここまで来たら、一番てっぺんの山の高いところにみんなに登るじゃないかという話をしました。この初戦相手は球界を代表するピッチャー山本投手でしたけれど、初回にオスナ選手のタイムリーで2点を取りました。あの2点振り返ってきたらやっぱり大きかったんじゃないでしょうか。そうですね、まず塩見が初球から思い切ったスイングで出塁してくれて、あそこから胸のフォアボールと、オスナがね、三塁線を破ってくれたんですけども、その後の、そのツーベースと塩見のホームラン、オスナのホームランっていう、長打っていうのが、よく聞いたゲームヒットだったと思います。そして非常にこの初戦緊張感の中での登板になりました先発の小川投手も5回、2失点に抑える粘りのピッチングを見せてくれましたね。シーズン終盤のね、いいピッチングから比べるとちょっともう一つだったかなと思うんですけども、やはりシリーズの初戦いろんな緊張感もあったと思いますし、少し、制球乱れる時もありましたけれども、あそこまで、よく粘って2点、1点で、乗り越えたんじゃないかなと思います。そして最後はスワローズの主砲の一振り決めてくれました。あのバッティングというのは監督からっていかがでしたか。ちょっと横からなんで何とも言えないですけども、そんなに簡単なボールじゃなかったと思いますし、ただあそこの1点というのは非常に大きかったですね。2点差に広げたというのは非常に大きい一発だったと思います。さあ、これで明日もこの神宮で第2戦試合があります。ファンの皆さんにチームを代表して明日への意気込みをお願いいたします。はい、初戦取れて、いいスタートが切れたんですけども、また一戦一戦、勝つために全力を尽くすと、また明日、球場に足を運んでください。また勝てるゲームをやっていきたいと思います。ありがとうございました。東京ヤクルトスワローズ高須慎吾監督でした。ありがとうございました。さあ、では続いてヒーローインタビューに参ります。ヒーローは3本が豪快な1本ホームランになりました。オスナ選手です。ありがとうございます。高須監督からもありましたが、初回です。相手は山本投手、世界を代表する日本ナンバーワン投手と呼ばれているピッチャーですけれども、先制タイムリー打った感触はどうだったんでしょう。 I mean that feels good. Everybody know here he's the best pitcher in Japan. We've been talking the same thing. We have a good game against him, Chomi, me, like all my team. So that's good. We are playing really good. So we win today. そうですね、感触は良かったです。おっしゃる通り山本投手は日本一のピッチャーなんで、ただそのうちの打線もとてもいい試合を送ったと思います。塩見でも打線全体的にいいバッティングだったと思います。そして今度は山本投手から見たいですね、初球だったと思いますけれど、左中間への豪快のホームラン、かなり手応えあったんじゃないですか。Yeah, I have a really good gun that was a good pitch to hit, so I have a good swing, and I know I hit a good, so I know that's going to be a bomb. そうですね、確信しました。いいコンタクトができて、カットだと思うんですけど、甘く入ったので、しっかり自分のスイングができました。
開幕シリーズでの MVP ナイスバッティング、そしてこの日本シリーズ初戦でも3安打好調の要因というのは水田さん何なんでしょうか。I mean, I've been feeling good the last couple of months of the league, so I'm just trying to take a good pitch to hit. I'm not trying to do too much, so I think that's the best thing to have a good success right now. そうですね、ここ数ヶ月自分の状態が、いいと自覚してるんですけど、とにかく甘く入った球を待って狙いを絞って、そこまで追いかけないっていう意識でいってます。I mean, we really appreciate all the support they've been giving to us the whole year. So let's go keep fighting together and get the win tomorrow.今年1年間通して応援ありがとうございました。明日もぜひ一緒に戦いましょう。変わっていただいて、ヒーローですね。準備をしています。さあでは準備が整いました。見事なバッティングでした。塩見選手です。最初のバッターボックス、初球を打ってのヒットでした。狙いというのはもう決めてたんですか。はい、相手が山本投手ということなので、まっすぐ投げてくれるっていうことを信じて、1、2、3で行きました。そしてなんといっても3回です、見事なホームランでしたけれど、あれホームランっていうのは頭の中にどれぐらいあったんですか。いやもうないですね。もうあと振ったら当たったみたいな感じだったんで、入ってくれてよかったです。打った感覚で手応えも教えてください。追い込まれてたので、コンパクトに、強いスイングを心がけて振ったら本当に当たってしまってホームランになっちゃいました。ダイヤモンド一周しているとき、もしかしたら今日自分ヒーローじゃないかっていうのはどれぐらいあったんですか。いやもうほぼほぼ僕はヒーローかなっていう。そして7回がツーベースヒットを放ってサイクルランナーをあとスリーベース1本いう中で8回自分まで回してくれっていう思いはこれがありましたか。半々ぐらいですかね。もう3安打してした時点でもう折れたなっていうのは思ってたんで。はい、さあでは最後に、ね、まさにヒーローになった塩見選手から明日も試合があります。ファンの皆さんに向けてメッセージをお願いします。今日も、熱い応援ありがとうございます。明日は、明日も、チーム一丸頑張っていきます。そして明日はオスナよりもっと輝いて僕が確実に1位になれるように頑張っていきます。I'm not going to do it.
ありがとうございました。ね、尽くしてやってきました。サポーズパートください。気持ちよく日本シリーズの勝利の担当に本締めないしめて展開を思います。今日も私が日本選手の選手、島根選手が非常に日本選手に到着いたします。リスコスタンドリーグスポーツの皆さん、ワイドスタンドリーグスポーツの皆さん、勝利の感動を楽しめ、お手を拝借、ありがとうございました。さあ、それでは両選手、大きな拍手で送りましょう。ナイスボールをナイスボールを試合に出したか。ナイスタイムリー、ナイスボールでどうでしょう。Thank you.